休憩終わりました。パフォーマンス部門も全部終わって、うん、ワンズもファーストテストジャンパーも終わって、ね、うん、ここから何かというと、はい、これはもうゲストショーですよ。福富さんもいるし、はい、この人がいなかったら日本のダブルダッチ分かんなかったよ。本当ですよ。ないよ。福富さんもね、今ね顔を出しに来てくれました。そしてキエはね、もうちょっともうこの後コメンテーターできないんだけど、ゲストショーですよ、この後ゲストショー。これもね、ダブルダッチコンテストならではのいろんなね、なんだよね、今までもそう、また分野の違う人たちがパフォーマンスやってくれて、いい刺激を与えてもらってるんで、ね、非常に楽しみですね。非常に楽しみ。今日はね、タイランド、はい、かける BMG、うん、いろんなジャンルの日本一とか世界一だけ、なるほどね、パフォーマンスグループらしいよ。ちょっとやばそうだな、しかもここ書いてあるの、これかっこいいね、ストリート界のアベンジャーズ。アベンジャーズね、世界救うよ、来たよそうですか、いろんな分野の人がいるんですね。そう、フィッシュボーイさん、シュウさん、シンペイタさん、ヒロナさん、タツヤさん、柴田雅人さん、これは三味線ですかね。これちょっとリハーサル見ただけだから、うん、私たちも初めて見るんだもんね。初めてです。これは楽しみよ。それ終わったらもういよいよあれだよ、表彰式ですか。発表ですよ、結果発表ですよ。これもね、ドキドキですもう相当辛口でいろいろ言わせていただきましたねこちらはね、まあ、一応いろんな視点から、まあまあ、そう、あの評価というか、あの感想、はい、意見を述べさせていただきましたけれども、まあね、温かい気持ちで聞いていただきありがとうございました。今日はもう、選ばれたね8人のジャッジが、そう、決めるから、もう点数は出してますから、どうなるか分かりません、ね、でさっき言ったように20、まあジュニアは6チームから1チームね、だけがワールド、はい、アンダー19は8チームから1チームだけがワールド、ワールドに出れます、うん、そしてオープンは1部2部合わせて21チーム、シード入れてね、はい、21チームから上位3チームだけがワールド。これね、8月のあれですね。そう、8月のあれですよ、3日のダブダッチコンテストワールドで、これでワールドだから、はい、日本からだけじゃないじゃないですか、10カ国ぐらいの参加が来る予定ですよね。そう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 。で、あのなんかね、決まりがあるんだって、はい、ワールドって。で、その国で参加してる、出場してるチームが60チーム以上いたら2組がいけるわけ、うんうんうん、ワールドに。あー、参加チームが多ければ多いほど枠が、逆に59チーム以下というか、なるほど、60チーム未満だったら1チームしかいけないのよ。で、90チーム以上だと3チームになるんです。で、日本はほら220、全部で226も出てるわけだから、もちろん3チームいけるんだけど、他の国は多分ね、今のところ1チームだけ勝ち残った、その国の1チームがワールドに出るっていうのが多いと思うから、うん、まあ、その10カ国前後、なるほどね、チームから来る十数人のその国のナンバーワンと、今日の日本はだから 1,2,3,4,5 チームだね。なるほど、楽しみだ。八王子で世界一を決める、ね、決めるわけですね。そう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 、いやー、ワクワクしますね。 あとプラスレグスタイルありますね。はい、去年と一昨年、コンテスト優勝してるチームはいけるの？シードで。あ、シードがあるのね。シード一応ある。ああ、それは楽しみだな。そうなんです。はい。へえ。喋ってるけどこれ使われないかもよ。これね、そうですよね。切っとこう。切っときますか？だってほら誰もいないもん。誰もいない。え、なんか多分使うんだったら使ってくれるよ、はい、一応ね、今度決勝のための、まあ、リハーサルみたいなのも兼ねてね。そうそうそう。じゃあ、あとちょっとゲストショーまでお待ちください、はいはい、切っちゃう。これ歌っとくじゃえ、じゃあちょっと佐藤君なんか歌ってよ。あと魚食べるわいや、なんか歌ってよ。歌より、せっかく福富さん来たからちょっとお話ししましょうかね。福富さんにじゃあちょっと、じゃあ切った上で切った上でお話する。え、いいよね、別に切んなくても、はい、だってと思いますけどねいや、きっと使われるかもしれない、はい、そう思って、はい、これ福富さん、福富さんって私がね、私たち J トラップが結成されたのは、まあ日本で初かどうか分かんないですけどね、
1993年なんですよ。こちらにですね、日本ダブルダッチ協会設立の経緯という紙があるんですけれども、ここ関わられてますよね。要はみんななんかいろんな普及委員会とか笹川さんとか、うん、あとニュートラルさんとか日本レクレーション協会さんがみんなでなんか話し合いをしてダブルダッチ協会にしましたよ的なことも。私からの福富さんの最初のあれ言っていい、はい、うん、私たちはダブルダッチ初めてのプロチームで始めました。で、うん、ダブルダッチ協会紹介されました。その時に、はい、あのアメリカの大会でジャッジできる日本で唯一の人が福富さんだ、ね、そう、あのチームディズニーの収録の時に、はい、テレビの制作会社が仲介して代々木に行った。あ、そっか、チームディズニーがなかったら私たちたどり着いてないんだ、福富さんに。私たちはチームディズニーっていうのは昔やってたディズニー系の番組で、そこのオーディションで結成されたんだよね、私たちって。で、そこで返してくれて、うん、日本ダブルダッチ協会とつなげてもらった。福富さん、その審判の、なぜ取りに行かれたんですか、審判の資格は。資格？はい。たまたま俺、あの会社休んでニューヨークに来ますって話をして、はあ、はい、そしたら、じゃあまあ取ってきて行くんだったらね、行くんだったら、その前に、うん、92年の富山の地方博で、ダブルダッチを紹介して、うん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 、富山の公立学校すべての小学校にダブルダッチを、自分たちで、自己学習していただいて、博覧会の市民ステージで、2週間に一度2校だったか4校だったかの代表がダブルダッチを披露するというところ でその時に合わせて、アメリカンダブルダッチの DDDD っていうチームを招聘してたんです、はい、富山に来てましたよね。そう、だから私たちが来た時にはもう富山で何かやってるっていうのは知ってたの。それの月が僕だったんです。で、まあ、あのずっとついてて、まあ、担当になったので、まあ、その関係で、よく知ってるから、まあ、向こう行って会ってきてちょうだいっていう。はあ、それ92年、うん、それが92年です。92年です。あ、じゃあ私たち結成する前の年だ。そうそうそう。で、その後にチームディズニーっていうのをやるんで、なんか題材ないっていうので制作会社が探してて、まあダブルダッチその時メディアに多少出てたんで、じゃあこういうのちょっと流行ってるっぽいからやろうよっていうことで、チームディズニーの制作チームが、アメリカに連絡を取って、日本でこういうのも、まあ、ちょっと出てきたから、それを、まあ、アメリカテイストの内容にしなきゃいけないっていうことで、なるほど、始めた。まずは向こうの、そうそうそう、それで、まあ、話しているうちに日本にも、まあ、ジャッジできる人間がいますよ、話が多分伝わったので、俺のところに連絡が来て、でちょっと会ってくださいって言うんで会って、そこで資料を渡して、こんなことやってますよアメリカの子供たちはって言うんで、最初はあの八の字飛びみたいのしかできなかったから彼ら、資料もないしほとんど、はい、だからそのビデオがあったのでそれを渡して、それに沿って自主練で始めた。じゃあ私たちがあの見て全てを学んだあのビデオは福富さんから来てたんだ。だって私たちその時、今のダブルダッチやってる人は想像できないと思うけど、やってる人がいないっていうか、そのチームがいないから見ることってゼロなの。そうですよね。で、自分たちはダンスの専門学校だったから、うん、ダンスのステップとかから、まあ、ロープの中でやろうよかっこいいことってなったけど、ーロープトリックとかなんて全然想像ができないから、そのビデオをもらって、なんか林間広場の大会とかなんかいくつかもらったの、いろいろ。ルールブックもね、当時のルールブックを全部日本訳して、それもお渡ししたんですけど、はいはい、ほとんど読んでもらえなかったです。ほとんどね。全然ね、文字物弱いじゃん、文字物弱いじゃん、私たち当時。だからビデオで、ね、もう見てやるみたいな。なるほど。で、コマ送りにして、え、何今のロープのやつどうなったのってやったのよ。でもあので、この設立に関しては、はい、設立発起人、設立をするための設立発起人会っていうのを作ったんですよ、はいはい、要するにダブルダッチにちなんだ人間が集まって教会を、作りましょうっていう話し合いをします、はい、その時の一人が僕、
でもう一人が、笹川の方と、兵庫の方と、列強の方とで4人で集まって、まあ、こういう講師で教会をこれから作っていきましょうっていうんで、はい、設立収書っていうのを作った。教会の設立が 96 です。じゃあ私たち一番初めに会った時って教会じゃないんだ。教会は俺が一人やえでもだって一応あのニュートラル当時のニュートラルのとこにダブルズ教会って書いてありませんでした。俺一人だって言う俺が一人で、ね、そうそうだから変わりましたよね。そうあの某飲料のコマーシャルとかでやっていたので、うんうんうん、結構皆さん知っていたのでそこから問い合わせがあった時にあそっか僕があのアメリカから輸入したあのロープを一人で梱包して郵便局に行って送ってそうだったあと笹川さんから無料 あのガイドブックがあるのでそれを一緒にしてすごい、有料でお送りしてる。本当にゼロからやった人だよ日本のこのダブルだと。その後に彼らに出てもらって、まあ、ビデオを作って、はいはい、でそのビデオを販売するようになったんですけど。でもああいう感じで私当時の J トラップみたいにチームで活動してたっていうのはそれまでもなかった。いっぱいいますよ。あいたんだ、うん、いっぱいいたけど、うんうん、結局そのブームが終わって、うん、要するに、飲料の、イベントのそうコマーシャルとかテレビ番組とか当時いっぱい出てたじゃないですか、はいうんうん、あれが終わったらやっぱりこうだんだん消えてっちゃう自然消滅的に。どん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 いっぱい地方にもいっぱいいたけど、はい、やっぱ消えてっちゃいましたね。なるほどね、はい、いや唯一残って頑張って活動してたのが、はい、まあ彼らというか J トラップのメンバーと、まあ、ランディクルーのメンバーと、あとあれですね、うん、ADDL 的にはこのスナッピーベリーズとか。あそうそうそう、ね、懐かしい。今日のチームスナッピーベリーズ、はい、ADDL という意味では兵庫の皆さんしか参加しなかったですもんね最初は。そうです。で NDDL の方に私たち ADDL 一回も出てないもん、ね、皆さんが行って曲に合わせての NDDL しか、うん、だから最初のイメージからすると音にはめるなんてイメージ福留さん自身もあんまりなかったですよね。いや、DDDD の最初のプロモーションが音楽をつけてやったんですよ。だからそれを元にして、まあ、飲料のプロモーションをしなきゃいけないというあの仕事の宿題が僕にあったわけで、それで、彼らを使って、まあ、J トラップとランディクルーを使って、はい、そのプロモーション用のデモンストレーションを、作ってくださいねっていうことで、まあ、プロデュースしていったという。で、基本的にはその BGM を使ってパフォーマンスをしていく、はいっていうことをやってもらってた。なるほど。だからちょっとどっちかというとダンス系の人たちにもが、いやそれはだんだん、その流れで入って、まあ、彼らのパフォーマンスを見てその若者たちがそういう流れで入ってきたって感じです。でもう一つはそれまで NDDL もできた当初は音楽を使ってなかった、はい、最初、そうなんだ。そうだって ADDL から分派しただけだから、そうですよね。だから1回目の大会っていうのは ADDL と同じで、音楽は使っちゃいけないよっていう状態だで、ただ、ADDL に比べると NDDL はやっぱりあの求心力が、分派した、うんまあ、元会長の組織だったけど、はいはい、求心力が弱かったので、もっと若者を呼び込めるよう なんか新しいスタイルにしたいということ で、逆に今度そのデビット・ウォーカーさんという会長さんが日本に来て、うんはい彼らのパフォーマンスなんかを見たりしてちょっと感化されて、まあ、音楽あった方がいいよねって話になって音楽付きの、競技を始めたのフリースタイル競技。でもだって NDDL って1973ぐらいからホリデークラシックして私たち90何年じゃないですか。それまで大人しだったんですか。大人しって1回しかやってないんだよ。あ、そっか、ADDL が73か。これでいくらしいと思ったとか。全然あるぐらいだ。全然あった。あ、じゃあ私たちがやる3年ぐらい前だ。いやー、ちょっともうちょっと聞きたい。もっと聞きたい。もっと聞きたい話ですけど。福留さんとまた話す歴史のさ、はい、やってよ。そういう企画。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません。ゲストやってる。
ゲストゲストはゲストの話したいよ。そうした方がいいでしょ。いやでも、私最初からやってんのにそっかって思うこともあるしさ。ひとみさんだけが全ての最初から知ってるからね。だから最初ねコンテスト見た時にふとみさんがなんか幼稚園の泳ぎみたいだよねっつってやっぱりこう言っていただいた時に1回目とかの最初の頃、うん、やっぱりちょっとそのそういう感が、うん、まあ言われてみたらそうだよなっていう部分がたくさんあって、うん、なんかやっぱりこうただまだこうまだ何ですかね最初の部分だから発達段階でこう何ですかねいろいろみんなもがいてた感はあるんですけどまだちょっとこうダブルダッチっていうよりはとりあえず曲ちょっと使ったねぐらいの感じだったんですよね。でも最近なんかまた全然違う方向からダブルダッチをなんか高めてくれてるんでまあなだんだん変わってきてこう知らない人が見てもダブルダッチダンスの人が見てもなんかこう楽しめるスタイルが増えてきてんじゃないかなと思うんですけどちょっともう始まりますからね。タイランドねまだまだ。ひとみさんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとゆっくり聞かせてください。あのねタイランドこんなにストリートシーンのねゲストとはいえいきなりかっこいい三味線がコラボされてますよ。これはどんなコラボになるんですか。三味線そして、ビートボックスヒューマンビートボックスで BMG って書かれてる、はい、ヒューマンビートボクサーはフランスからの。タグチーム部門っていうねそのビートボクサーとして世界一になった人なのって BMG は。でその BMG とこのタイラントが今回だけのコラボなの。あ、今回だけなのね。この BMG っていう人はね BMG と BMG はヒューマンビートボクサー。ちょっと待ってください。でこのタイラントちょっと待ってください。これすいません、え、全部この人がやってんのこの音。そうだよ、2人マジか、かっこいいね。何にもトラック流れてないからDJ ブース誰もいないじゃん。人間の音そうプラス三味線すごいね。すごいよこのベース音この深いよ、ね、うわー、でも三味線と一緒っていうのはあんまりないよね。いや、 やってる方も楽しいねこれ。ねー超楽しそう。私の夢言っていい？はい。私とにかくうわーっと踊ってるのが大好きだったわけじゃん、ちっちゃい時から。でもクラブ行ったりイベントしたりするわけじゃん、はい、ダブルダッチのこういう大会とかで本当はあの会場のみんながうわーって踊っててほしいの。なるほどね。でも見て日本はみんなまだすごく行儀ないから、まあそうね、私の夢はねみんながねもう総立ちでうえーって踊ってほしいから頼んだよ。そういう時間あってもいいよね。あってもいい、ね、あってもいい、うん、めっちゃ出ていくわそしたら。うん、うん、楽しい。で最近やっぱりこういうさ違うジャンルがコラボレーションするって結構多いじゃん、はい、楽しいよね。これあみんな座ってんのこれ。座ってんのよ。行く一回あそこに。うわーってやってこようか。これね楽しい楽しい、すごい。だってさもうニューヨークとか大変じゃんみんな立っちゃって。うわーとかってなるじゃん。あの感じ。特徴があってそれを尊重し合ってグループやってますんで。でも別にそれが悪いわけじゃなくて、え、そんな風にしていいのかなとか、ね、今立ち上がっていいのかなとか、ね、乗っちゃっていいのかなって思ってる、うん、と思うから、そのカルチャーは伝えていくわ私が。だってステージに立ってるパフォーマーってそれが全然嬉しいからね。そうだよね。オーディエンスが乗ってると、へー超かっこいい。三味線超うまいね。そりゃそうか。いやいやうまいなと思って。いいね、このヒューマンビートボックスと合わせる感じの。すごい踊りに行きたいねステージに。楽しそう、 うん、かっこいい。どこで息継ぎしてんのって思わない？ヒューマンビートボックス。そうですよね。すごいよね。
吸ってる時にもさ、柴田正人すごい、うぅいいね。もうさ、エレキギタリストのソロみたいに見えたね、もう弾き方が、ね、かっこいい、かっこいいな。わお、すげえ、すごい、なんだこれ。すごい、ドキドキする、かっこいい。すげえな、超かっこいい。これ本当にあれですね、自分の声ですよね。そうだよ、全部音で、そう、全部の音、すごくない。しかもこれで歌う人とかいるじゃん。あ、このビートしながら自分でボーカル入れる人とかもやっちゃう人ね。はぁって思う。お、大きな拍手、わえ、かっちょいい。ヨーヨー、ヒロナ、ヨーヨー、いいな、落としてもらうの楽しそう。なんかさ、あれさ、もう紐のところが太いの、そう見えるだけ。あ、細い細い細い、なんかすごい見やすい。生で見えると細いんだけど、うん、多分ライトで太く見えてんだ。いやー、これははめてもらうと気持ちいいわ。気持ちいいね。でもこれめっちゃ近くで見たい。うわっ、ただくん、生で見てると、生で見るとまた違うよ。違う、すごい、なんか生きてるみたい、ヨーヨーの先が。あ、面白い。なんか一回だけで生音で飛ばしてもらったこともあって、もうめちゃくちゃ楽しかったんですけど、ドラムの人の合わせてやったんですけど、いや、私たちね、和太鼓集団ってやったことある、超楽しかった。和太鼓集団、あ、和太鼓さんね、生音超楽しいよね。だってこっちが早めたら演奏早めてくれるし、はい、そう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 、そういうグループやりたいな。意外といないから。いいな。これ どっちの人がどうやって考えてやってるんだろう、これ。でもビートがこのビートでやるから合わせてってやってるのかな、ね、何度もやってるんだろうね。はぁ、おぉ気持ちいいね、すごい、やってほしい。ダブルダッチとって何かの時にはあるんだろうね、ヒューマンビートとダブルダッチって何かの時、うん、絶対史上初じゃん、あのこれやんないけど、はいはい、ヒューマンビートとダブルダッチって多分やってるよね。それ何かで見たことあるような気がする。やると思いますよ、だよね、うん、主役は俺たち一人一人、何描き出す色とりどりのストーリー、ご存知の通り、俺がシンペーター、横にはクイッシュボーイ、いつも通り We are the Thailand、いや、俺らはまるでパズルのピース、一つ一つの形はピッツ、それでもピタッとハマれば絵になるビットを言い続けて、はい、チーズ、うん、手の動き、鏡の前で自分を磨き、やめろ、カカカカしい花探し、あなたらしいやり方なら正しい。これさ、結構難しくない？動きとライムを完璧に合わせるのって。ねえ。あ、楽しい。それを探してるだけの話。もっと広げよう。まだ我が人生、たかが引っ張された我が人生。一度きりの間に愛し合って思いっきり楽しい。はい。楽しんでますか、皆さん。あ、本当はこれに結構盛り上がってるよ、会場。ほうほうほう。加わって、うん、タップダンサーとかもいますね。へぇー、ブレイクダンサー、ポッピー、いろんなメンバーがいて、僕らタイランと、そうなんだ、それぞれの技を磨いて、あ、言ってた言ってた、レグスタイルも本当はやるときあるみたいな、タイラントとして。我々以外にも今日は世界代表といっても過言ではないヒューマンビートボクサーを連れてきたんですけど、ほう、めっちゃ私たち普通に聞いちゃってる、これ聞くでしょ、これいいよね、普通に。今までもさ、やっぱジャッジやってると全然余裕なくて、確かにゲストパフォーマンス見てないんですよ。
すぐジャッジに行かなきゃいけなかったりするからね。これは何？ From France BMG だって。 Human Beatbox 世界一になった人。うん、これちょっと黙って聞きたいね。聞きたいね。ビートが入るんだ。これ一人でやってますよね。そうだよ。すごいね。気持ち悪いぐらいすごいよね。なんでやばくない？だってなんだこれ、口と声帯って一個しかないんだよ人間。すごいよね。なんだこれ。すごい。うわうわ、すごくない？もうゲームのあれじゃん。もうサウンド全部一人できる。なんかさ、もうさ、酸素足りなくなりそう。これまた目つぶってみるとね、面白いよね。うん、そうだね。ほんと一人でやってっかね、これ。すごい。すごいね。絶対マイマイクだよね。マイマイクじゃないマイマイクだね。だって絶対超触ってるもん。え、この人も世界一周か何回もなってる人なのかな。はー、すごい。へいへい。一応でもこうビートボックス、うん、やりながらダブルダッチするっていうのを見た。もしかしたら僕らが最初かもしれないね。本当？ダブルダッチキャンプっていうのがありまして、うん、そこでね、そうふざけてやっちゃったやつだけどね。マイク持ちながらね。あ、自分たちで。そう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 、超楽しいじゃん。これみんなでやんの？あ、いい。見たかったね。超見たかったね。やってほしかったな。ここにさ、ダッチとなんか加わったのみたいな。楽しい。うん。
楽しそうだね。また三味線っていうのがいいね。かっこいい。からのここで唯一入ってる楽器が三味線っていうのがいいわ。そうだよね。ね。ほう、え、この音も、このこもってる音も、はあ、そうだよね。そうだね。はやはや。すーご。なんかやっぱりさ、個性があるね。ね。一人一人全然違ってかっこいい。なんかあの BMG っていう人の、はい、鏡スタイルがかっこいいってネットで言われてんだって。あのずっとかがんでない？はい、かっこいい。なんか楽しそうだね、みんな。いやパフォーマーが決まるわけですよね。もう決まってるんでしょうけど。そうだよ。どうする？いやなんかあれなの、自分の中の予想とかしてんの？え順位基本的にもうみんな優勝だから。気持ちはみんなだって、さっきみんな頑張ったじゃん。もう天使になったじゃん。いやでも実際本当にそういう気持ちだよ。決めたくねえんだよ、優勝とか。本当はいや、私はね、それはね、ずっと、うん、そうでしょ。まあそう、佐田君ともそういう話したことあると思うけど、はい、もうね、本当は順位って本末転倒だけどね。順位ってつけられるものじゃないし、どうなの、ダンスとかダブルダッシュとか、まあ他のこうエンターテインメントのものってやっぱりこの人がめっちゃ好き、この人がめっちゃ好きとかって人によるし、人による、たった一人の人でもその人の人生変えちゃうことだってあるわけじゃん、ショーって。だから何が価値があるってそれは本当分かんないし、大会で優勝するっていうことじゃないことの価値だっていっぱいあるから。そうなんですよ。それのたった一つの今日はね、その表し方というか表現がコンテストの順位ってだけであって、そうなんです。そう、本来はね、そうなんです。いや本当にそうだよね、はい、さっきはね、私たちはというかコンテストのここまで勝ち残った皆さんへのいろんなコメントをしたけど、したけども、まあ、前提としては本当は順位をつけられるものじゃないし、うん、今日ここに来なかった、まあ、来なかったというか決勝に出られなかったチーム全部含めて本当に素晴らしい。そうなんです。本当にね、ジャッジってこれ、この生でね、うん、それぞれの、まあ、分野でこう見るわけですけど、うん、まあ、その全てのジャッジの見ても視点からしても点数が高い人がやっぱ勝つシステムじゃないですか、はい、そうですね、っていうのが、まあ、違う、その例えば表現力だけのものすごい高いチームとか、うんうんうん、そういうのもやっぱり1位って見てみたい感はありますけどね。そうあるけども、じゃあ表現力って何って人によってまただいぶ違ってきちゃうと思うんで、うん、あれでどうして表現力1位なのとか、うん、そういうのも出てきちゃうだろうし、うん、なかなかこれ難しいんですよ ね、 そうね、はい、ただエンターテインメントで全ての要素をなるべく全部発揮するっていう意味の、うん、こう技術、表現、構成、独創力、うんうん、まあ、それを全て兼ね備えて、うん、2回予選もあって決勝もあって、うん、ね、出し尽くせるチームがやっぱ勝てるっていうのが、うん、まあなかなかのことなんじゃないかなと、うん、いやそれは本当に、うん、そうだから、それはそれで本当にまあこのコンテストだったらコンテスト、他にもいろいろ大会あるけど、うん、はい、その中での頂点を極めるってやっぱすごいことだし、すごいですよ。それはそれで本当に評価に値することだし、はい、もちろんみんなそれを目標に頑張ってるわけだから、うん、それも素晴らしい。ただそれだけじゃないっていうことだよね、うん、そう、素晴らしい大会でした、うん。いいね。スポンサーのコロンビアさん、G-SHOCKさん、ハドル。
とにかくそのこうですよとかこうじゃなきゃいけないっていうのをいい感じでこう崩してほしいんですよね。そう、それが、うん、そうね、今って昔に比べて日本で行われている大会も1個とか2個じゃないし、はい、増えてるじゃないですか。でそれがもうちょっとその評価基準とかが多種多様なフィールドが増えていったらいいなって私はすごい思う。そうですよね。だからあの今もちろん技術が高くて総合的に高くないともちろん決勝にもいけないし優勝できないけど、もっとなんていうか、ただじゃあただ可愛いとかキッズとかでね、もうその技術うんぬんじゃなくて見ていたいとか、なんかそういう子たちもその大会だったら上位に来るみたいな、その評価基準がいろいろなフィールド、大会って呼ばなくてもいいけどね、そういうのがあったらいいなってずっと思ってるし、ね、なんかやりたいなと思うね、うん、なんかコンテストの最初の頃ってあの大人と子供が一緒に出るようなチームも結構あって、それはもう ね見ててね、ほんとね幸せな気分になって、そうなのそうそう、ね、見てて幸せになるチームってあるじゃん、はい、あとはなんかもう出た時点であもう可愛いから優勝みたいなあるじゃんキッズのもう衣装が可愛かったり、でもそれ例えばじゃあ私が自分でなんかのイベントでお客さんをほっこりさせるチームを選びたいなってなったら、あのチームにオファーしたいっていうチームがいたとしても、でもやっぱり大会とかだとそういう子たちが上位とか来ないでしょ。そうですね。でもそれってしょうがないことだけど、私ずっと審査員とかいろいろ MC とかやりながらも、あーなんかこの子たちがあれであ自分たちって決勝行けなかったんだってがっかりしちゃったりして、うん、その気持ちが残っちゃったら嫌だなっていう気持ちがめっちゃあった。だってすごくいいところは良かったわけだし、はい、それは周りがもっとすごく言ってあげててそのまま伸びたらいいけど、まあ、結局勝てなかったなっていうたった1個の基準で、うん、見てしまったらちょっと悲しいなと思う。やっぱあれですよね、だからいろんな人に自分たちのパフォーマンス見てもらっていろんな意見聞いてほしいですよね。本当になんか近しい人に聞くとやっぱいいこと、まあもちろん厳しい意見も言ってくれる人もいるかもしれないですけど、全く全然知らない人に見てもらったり、うん、違う分野の人に見てもらったりして、うん、あこういう人にこういう風に見られちゃったなとか、うん、そういうのを知っててもらえるとすごくプラス、まあパフォーマンスの結果につながるかどうか分かんないですけど、うん、あいろんな見方あるんだなって、ね、気づけるだけでも、うん、すごい機会、いい機会だと思うんですよね。そう思ってる人はどんどん発信すればいいのかな、うん、かもね。例えばブログとかいろんなことで言える、ね、うん、みんな今発信場所いっぱいですからね。はい、だからよく地元のお祭りで、うん、パフォーマンスするとかそういうのはかなり増えてるみたいなんで。そうだよね、はい、それは素晴らしいことだよね、うん、でもなんつったってここね、そんなダブルダッチ大好き人間が一堂に会するイベントですから、もう最大のお祭りなんですよ。そうね、そうね、だからもういろんな視点といろんなアプローチでね楽しんで盛り上げて欲しいんですよ。本当そうですね。そんな中でねこの新しい企画ね、これね我々の面白いでしょ、はい、面白いでしょ、いよいよ結果発表ですよ、はい、だってこれによって会場に来てない人、はい、まあ来てる人ももちろん、はい、結構関係者がみんな楽しみですって言ってくる私たちが何言ってるか楽しみですって言ってくる。それもあるし、うん、例えばあんまりダブルダッチ生で見たことないっていう人だってこれを見てくれるかもしれないし、はい、そうですね、それできっかけでダブルダッチをもっと知ってくれたり、うん、もっともっとフィールドが広がる可能性がねまた増えると思うから。そう、しかも超楽しくなかったこれ。いや僕は楽しかったんですよ、まだ終わってないけど、はい、なんかね個人的にこの人にも意見聞きたいなとかっていうのはねたくさんあるんですよ。マニアックなねお友達いっぱいいますから。そういうの、うん、まあね、あじゃあもうジュニア部門の1位が出るよ。出るのこれ、うん、おえどっち出る何1位から、1位からパフォーマンス、え待て待て、ブライト浦和中央国際の小学校おめでとうございます。はい、これさパフォーマンスだよね。パフォーマンスなのか、ん？ん？スピードか。ブライトはスピードもパフォーマンスも出てますからね。スピードかな？普通はだいたい通常スピードからですよ。だいたいスピードからですよ。13人いるはずですからねこのチームは。じゃあスピードだ。スピードだね。え、そうだよね。はい、スピードです。ごめん、私たちの話に熱中しすぎて聞いてなかったえ、これ回数何回だった、多分ん、はあ、ジュニアの
ピードだよね。1位の、それでは早速アンダー19の、はい、ほうほう、発表していきたいと思います。それぞれの部門の今1位をね。でもここの3部門からさっき1位決めたよね、うん、それの結果も今言うんだよ。言ってないからか。そうそうそう、 言わないようにしてんだ。だからこの3チームはさっき出てるからもう分かってんだよみんな。そりゃそうだ。そう、これ分かってんじゃん。ブライトと次も分かってるよ。でもまあ一応ね、発表っていうのしてなかったから一応ね、手よ手。ロイヤルイリュージョンね。さっきだからスピードの超じゃ超何超絶最終決戦に出てたもんね。だから分かってんだけど改めて発表してます。あとオープンの3人のうちでどこが優勝したか、さっき本当分かんなかったじゃん。分かんなかった。みんな全員のお店でスピード感も分かんなかった。もう全然小学生も引きを取ってなかったから、それの今結果がこれから出るわけよ。ほう、さっきやったじゃん、さっき2部でファーストテストジャンパーで、その時に誰が勝ったかはこれからだから。そうですよね、この後ね。そう、うん、いやさっき本当3チームとも全くノーミスでスピード感もほぼ見たよね。いやすごかったね、本当にね。美しかった。私あんなにスピード競技美しいと思ったことない芸術的だったよ。今までも多分決勝の決勝はミスがやっぱり何チームかあった気がするから、ね、うん、さっきは本当に。そうだからこれが今この後だよね。ジュニアのスピードがブライト、うん、アンダー19のスピードがロイヤルイリュージョン、オープンスピードマイケルでしょ。さっき3人戦った3チーム、ここまだ言ってないんだよね。言ってない。最終決戦のこれね、ここからファーストテストジャンパー、どこだったの？日本で今誰が一番早く30秒飛べたか。うわー、回数知りたい。ちょっと待って待って、どこだろう。すごいねこれ。今並び順はジュニア、アンダーナインティ、オープン。皆さん見て、右側がアンダーナインティね、真ん中がジュニア、左がオープン。わかんなくない佐田くん、想像できなくない。まだわかんない。どこ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 。お、マイケル、マイケル、オープン。やっぱりオープンか。マイケル来たじゃん。何回だったんだ。何回だったの。でも僅差じゃない、結構。僅差だと思いますよ。だってそんなに差を感じなかったよ。回数何回だろう。回数は教えてもらえない。いや、言うんじゃない。言わないかな。まだね。でもほら、さっきも話に出てたけど、昔はさ、手でしょ。そうですそうですそうです。私たちホリデークラシック出てる時とかも手じゃん。手ですね。もう今は追いつかないからスローで動画を再生して正確に回数を、測ってるらしいです。測ってます。おめでとうマイケル。柏縄跳びクラブ所属のオープンのね、そうですね、マイケルが日本の頂点よ。スピード素晴らしい。すごい。これって今までの過去の回数とかあるよね、歴代の。それを超えてるか超えてないかっていう問題もあるよね。これも分からないですけどねまだちょっと回数がこっちの情報入ってないんで。ただアンダー19はもう予選の時点で超えたんでしょ。超えてましたね。今まで117回のスマイルダッチプラスが持ってた記録を、2人のオランダ人が119回で抜いてましたんで、スタースマイルも118回で抜いてたんですけど、それは大会新記録ってやつですよね。そうだね、すごい。じゃスピードの回数は後で分かるとして、うん、もう次パフォーマンス部門だよ。ジュニアドキドキします。ジャッジの皆さん出てきました。本当にジャッジの皆さん、うん、お疲れ様でした。いや昨日もえぐいからね、ジャッジの皆さん昨日とは重なってないのかな昨日もやってらっしゃる人いるよね。そうだよね、うん、いやえぐいでしょ。昨日226だから、シゲ、カイ、アイ、リュウタロウ、タカ、今私が言った5人は昨日の予選の226チームジャッジしてからの今日だから、うん、大丈夫です。みんな大好きですからダブルダッチ、うん、大丈夫ですよ。知ってるじゃんエグさもう150超えたあたりからの、ま、ね、でもねそんな中でもあこのチームいいなっていうのをね、みんな選んでくれてますから。ジャッジの皆さん、うん、本当にお疲れ様です。いやドキドキだね。まあドキドキですが、ここまで来た皆さん、これは今日の発表は素晴らしい。これから行くんですか。
3位からかな。3位から3位に1位って発表して、1位だけがジュニアとアンダーナインティーがね、1位だけがワールド出場。いやこれみんなずらーって出てきたりするのかな。これはどういうパターンなんですかね今回は。あれドキドキするんだよね。行くから、どん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 行くぞと。うん、おお何ん、何位って言った？5位からいきます。ほほほほ、ジュニアの All You Need。 あ、オープンからいってるの。ほほほ、あ、なるほどね。オープンの、あー、オッケーオッケーオッケー。まずオープンの今5位から、ね、が、うん、All You Need。 All You Need、昨日の予選でレッドステージの3位だった一般所属の All You Need。 さっき訂正していい？さっき私20オープンはね21チームからワールドに行けるの3チームって言ったんですけど、訂正です、5チームでした。なるほど、5チームが。でも5チームって言ってて3って言うより良かったね。ね、3って言ってて5の方がまだいいね。8月の5って言ってて3だったら刺されるかもしれないから。なるほど、次はアンダーナインティーの5位、うん、アンダーナインティーの5位、良い、オープンの4位、オープンの4位、ダルマ、ダルマ、ダルマは立命館、立命館大学の、これもあれだよ、昨日の3位だよ、ブルーステージの。今レッドの3位オールユーニードが5位、昨日の予選ブルーステージの3位ダルマが4位。おー、なるほど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 。オッケー、おめでとう。とりあえず5位がオールニーズね、4位がダルマ。だみんな世界大会行けるわけだね。そう、おーし、頑張れよ8月、うん、おめでとう。これさ、あれだよね、嬉しいけど1位とかじゃないっていう雰囲気が出てるよね。それはね、出ちゃうよね、どのチームもね。でもまあまあ、ワールドどうなるか分からないから。いやー、そうか。今、画面見て右側ね、上手が5位のオールユニーズ、赤い。でもダルマは赤ってもうイメージついた、イメージはね、ついた。うん、7人チームの赤いユニフォーム真ん中がダルマね、4位。はい、それでは一度、5位、4位、お二チームこちらの方に移動お願いいたします。次は拍手、はい、おめでとう。ワールド楽しみじゃん。楽しみですよ、はい、次は何ですか。行きましょうか、戻りましょうか、はい、いやー、はい、ジュニアからですね、ジュニアの6チーム中の3位から発表。うん、どこでしょうか。ジュニアはあれだからね、1位だけがワールドだから。今は発表、ま、なるほど、ルーラーバーストが3位、ジャンプステリーファーム、ケンシンのルーラーバーストがジュニアのパフォーマンス部門3位。1チームしかいけないの世界大会は。そっか、それはもうこのジュニアのチーム数から決まってるってことですね。いやでも本当にね、頑張りましたよ8人チームで。みんな3位でも笑顔で、うん、すごいことなんだよ、すごいことなんだよ。おめでとう、はい、おめでとう。だって全部の中の3位なわけだから。そう、あのオープンは数が多いから5チーム出れるでしょ。そうです、ジュニアは1チームじゃん、それは決まりがあるわけですよ。エントリーが30チームまで以下かなは1チームなの。だから30チーム以下だったってことですよね。
見事3位に輝いたのは、60チーム以上あると2チーム出れるんだけど、はい次プロエルドレイ、お U-19 の3位津田沼高校、ピョンからピョンエルドーレ、予選では2位でした。あのね、ジュニアのねルーラーバーストって昨日予選1位だったんだよね。だからちょっと見た目がっかりしてるかも。うん、でもそれは本当に何が起こるか分かんないからね。分からないです。で今、アンダー19で選ばれたピョンエルドーレは予選では2位だった。ブルーステージのね、そうブルーステージの2位だった、うん、今回はねレッドとブルーで分かれてたんで、そうだから1位も2人、そう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 、2チームブルーなんだっけ、2位も2チームずついるっていうことね。いやこうやって並ぶとさ、ジュニアちっちゃいくて可愛いね。本当だね。さあさあ、あの本人たちだけがステージに立ってるとさ大きく見えるけどさ、並ぶとさ並ぶと分かるよね。はい次、ほうほう、おおオープンの3位、ほうほう、なるほど、一番最後にパフォーマンス見せてくれた一般所属のレッドステージ予選1位通過したエレファントおいおい、でもまあワールドにはいけます。うん、おめでとう。ドキドキだな。いやー残りの枠があと2チームだよ。2チームが、待て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 、ドキドキするぞ。ちょっとこれはドキドキするな。おめでとうございます。うーん、私今日ジャッジじゃないから全然メモ書きしてないから自分の予想とかもさ、おめでとう。エレファントおいおい、はい、おめでとう。今のところもう一回言うと、オープンの5位が All You Need、 オープンの4位がダルマ、オープンのオープンっていうかね、ジュニアの3位がルーラーバースト、アンダー19の3位がピョンエルドーレ、オープンの3位がエレファントオイオイ、それぞれの年齢であと2位と1位だけ。うん、うわー、まあ、これ本人たちが一番ドキドキだけどね。ねえ、これ私さ、このさジャッジとか MC でもこの瞬間すごい嫌じゃない？いいんだけど嫌なのよ。なんでですか？だって嬉しい涙も悔しい涙もその涙を見れない状態もあるでしょ。なるほどね。そういうなんかその、なんかこう、あの選手の気持ちに入っちゃうのよ、ね、うん、いろんな複雑なの入ってからね。そうで、まだジャッジとかしてる間はさ、そういう感情に入れないけど、うん、この時多分終わってるから。はい、コマミンティナジュニアの2位です。おー、コマエダブルダッチクラブのコマミンティナ。あ、でもこれで予選の1位両方が3位になったから、うん、違うところから来るよ。いやいやいや、これまたちょっと面白くなったね。どこからどこが勝ったのかな。あ、でもほら喜んでるよ、可愛いらしいの、こういうのがいいね。喜んで嬉しそうにさ、すごいことなんだから2位だってさ。おめでとう、ジュニアの2位ね。はい、ジュニア2位でした。ね、いやー、はあ、アンダー19に中学高校のアンダー19の方が若干チーム数多いけどさ、うん、それでもやっぱ1チームしかいけないからね。キシね、1チームだっか、キシよね、そこそこじゃん。だって全部お、リトルクイーンが2位だよ。ほほほ、リトルクイーンはっと予選のレッドステージ1位のチームね。ジュニアの一番最後にやったあの女の子たちの藤井一所属のジャンプしてリーファン、かっこかった。さて1位どこだろう。いやー分かんない ね全然こらドキドキだわ、ドキ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 するわ、うん、待て待て、次はオープンの3位だけど、ん、2位か、オープンの2位ね。あ、2位ね、うん、もう分かんないね。おめでとうございます。
そう。それではお取り込みをさせていただきます。お願いします。ダブルダッチコンテストジャパンファイナル2019パフォーマンス部門ほオープン、うん、第2位に輝いたのはこのチーム。どこどこ？ドキ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 。フーズフーズ。ほい、なるほど。フーズ。予選ではブルーステージの6位。これちょっとよくわかんないね。これ一般って書かれるとね、確かにね、どういう人たちが集まってやってんだろうっていうのがなかなか分かりづらいですけどね。自分たち自由に集まってる人って意味でしょ。そうですよね。だいたいそうするとあれですよね、大学生、まあ、卒業したりとかいろんなチームが集まったりとか、うん、まあ、社会人か、仕事しながらやってる人も多いんだよね。社会人っていう意味でいいの、まあ、学生が混ざってる場合もある。なんか学校以外のところだよね、大体4年生、うん、あー卒業、なるほどね。じゃあ学生は入ってないね。まだ大学生チームっていうようなのはまだ入ってないですけどね。あーすごいね、みんな時間合わせてさよくやるな。そうなんだよ、本当それを考えるとさ、うん、圧倒的に大変だからね、スケジュール合わせるのが、うん、合わせるの大変だから。だってそうだよ、エレファントオイルだってそうだし、オールユニーだってそうだし、入った中でね。全然わかんないじゃん、これ1位がこれじゃん。わかんない、うん、全…お、いよいよ、え、ジュニアでしょ。ジュニアからいきます。来ました。そしてワールドの出場だね。うん、これは頑張っていただきたいなと思います。いや、じゃ予想指させて。言えない言えない、何も言わないから。今ここに純原ときるから。見事優勝に輝いたのはどこどこだの、どこでしょう。ジュニアパフォーマンス優勝は伸ばすね、ドラム伸ばすね、割とあ、13人のチームの、すごい、13人のあのチーム、すごい。あ、そうですか、さすがです。うん、予測通りでした。これやっぱりこの決まる瞬間、最後のね、1位決まる瞬間だけみんな全員いてほしいね。その中でわーみたいなの見たいところですけど。そういうこと、全員って出場者、そう、後ろにほらいるじゃないみんな、あね、確かにね、その喜びの瞬間ちょっとね見たかったですけど、ね、でも本当にうわーすごいね、13人チームはすごいわ。こんな大人数ねこのチームだけだもんね、うん、ブライトは中央、いや今までもこれ一番多いんじゃない、こういう優勝とかっていう意味では。なかなかいないよね、もうジェットラップ12人時代を超えたこの13人。だって私たちも12人では大会出たことないもんね。え、これはすごいぞこれ。アメリカとか海外のはもう無理。そんな6だよね、多くてもね。あとはまあチームパフォーマンスってのはあるけど。逆にでもさ、うん、なんかいいね、この人数も、うん、新しいね、可能性がね。おめでとうございます。ブライトはワールド出場、ワールドも楽しみだ。キプリングってね、はい、キプリング、ちょっと僕ちょっと存じ上げてませんが、いや私たち、はい、Jトラップ始まったのさっき言った93年なんですよ。はい、だからダンスの専門学校行ってて踊りばっかりやってた仲間からできたから92年とか93年でしょ、うん、なんかめっちゃキプリング使ったのみんな多分ね、顧問先生とかがなんか分かんない、トックわかります、トックさん、はい、わかりますよ、ね。なんかキプリングってゴリラのマスコットみたいのがついてんの、はい、そのバッグと別にゴリラのぬいぐるみみたいのがついてるんだけど、はい、3年間ぐらい同じリュック背負ってよそれにダブルダッチのロープを。じゃあ馴染みあったわけですね、ダブルダッチ界とは。あれキプリング、あの頃だってほんと25年以上前にダブルダッチチームが使ってたわけだから、偶然、面白いよね。ちょっと今なんか USJ のチケットって言ってましたけど全員分ですか？
13人が全員で USJ 行けちゃうやつ。わお。あ、ディズニー or USJ 選べるの。選んだ。ディズニーか USJ、 うん、選べる。うん、もう喋っていいんじゃん。なんだこれ。関東、あ、そうだよね、関東のチームはディズニーで関西は USJ ね。でも別にさ、うん、関西のチームがディズニー行ったっていいんでしょ、行きたいからって。まあまあまあ、でもね、すごい太っ腹、13人分おめでとう。いやでもね、ほんと USJ もディズニーもものすごいエンターテインメント研究してますからね。いや私ね、はい、ディズニーランド行っていつも思うのはエンターテインメントのもう、はい、もうすごいですよ。お、はい、どんだけ吸収する。でもあとピクサーね。ピクサーもね。ピクサー展とか行ったり、はい、ピクサーの本買って、はい、もう泣くからね。本当に細かいところまで見ていただくといろんなね演出とかありますんで、ただ楽しむだけじゃなくてね、ぜひパフォーマーとしての視点で楽しみながら、うん、行ってもらいたいな。ね。うん。いや今ねちょっと原崎仁が面白いことカンペに書いてたんだけど、はい、言わないでくれっていう。あ、そうですか。13人チームでもチケットを出したのが太っ腹だっていうことですよ。いやいや本当ね。だって一番今日出た中で一番ねこう危険なんですよ。危険なチームですよ。そう、運営サイトとしてはですね。だって3人チームと比べたらよ、何倍よ、はい、4倍以上。そういうのもありますが、その分ほら参加費もいただいてますからね。しかもだってキプリングとバックもだよ。あ、バックもね。やったね。さあそんな中、やっぱさ原崎純が頑張ったんだよ。みんな頑張ってますから、みんなね、みんな頑張ってます。1位はあ、おっとー、おー、そうですか、ロイヤルさん。アンダーナインティーンの優勝はロイヤルイリュージョン。いやー、なるほど、栄光ロイヤル所属、ロイヤルイリュージョン。なるほど。サダさんのあれはどうでした、正直。ちょっとね、予選の映像を見せてもらったんですよ。このチームだけ申し訳ないですけど、ちょっとわからないことやるから。やっぱりそれと比べるとちょっとだいぶちょっとミスと、なんかこう、予選とか、ちょっと本人たちも納得いってないと思います。まあまあでも、ただそう、ね、予選は1位だったけど今日は、ね、ただそれでもうなんかこう評価を得られたってことはものすごく総合力が増してきたんだなっていう、あ、でも本当ね、これから世界に向けてちょっと練習重ねて、まだ高1とか言ってたから、高1が多いんだって、うん、ぜひ世界大会かましてほしいな。なるほどなるほど。ロイヤルさん本当にね、中学生の頃からもうロープの回しについてはかなりマニアックに練習されてるようで、それ本当にね、一度体験しに行った方がいいです。ダブルダッチやってる人はみんな本当に勉強になりますよ。ロープのコット、はい、トリックとかにも大体ね、そう、あそこのコーチはね、夢を見ながらダブルダッチするタイプなんですよ。夢を見ながら、夢を見ていろんな新しい技を考えるってよく言ってます。はい、ただ夢を見てたの、夢の中で、あ、夢の中でいろいろ思いつくって。すごい、そのぐらい。ただ教えてんのかなと思ったら、もうだいぶ自分たちでもうね、指導はね、もうほとんど基本は教えるけど、あとはもう自分たちでどん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 作ってると、でも夢を見るなんて面白い。でもそのぐらいね、好きなみたいですよね、ナーマスの本当に。ただ熱入っちゃうじゃん。いやだからね、よくここでね、この総合エンターテインメント大会で優勝できた、うん、これはすごい。やっぱどんどん言ってたよね、でも演技見ながら。そう、昔はね、かっこいいのとか、なるべくこうかっこいいのっていうのはあれね、ロープ以外の、ロープ技術以外の部分ってそんなにやってこなかったんですけど、そこを厚くしたってことだよね。うん、いや、おめでとうございます。ただね、ちょっと引っかかってたよね。うん、まあまあね、そうだからちょっとね、うん、まあ本番はね、いや本番でもミスらないだけの余裕を見せてほしいな。うん、でもまあそういう評価だったってことですね。そうです、そうです。ミスをしたとしても、はい、次、もうオープン1位だよ。オープンのパフォーマンス優勝、見事優勝に輝いたチームは、わかる、ちょっとわかんないよね、どこだこれ本当に。待って、あそこか、あそこ、どこですか。そうね、こっちじゃない、どこわかんないけど、おー、きた。すーごい。じゃあこの、ね、
最後の18だけはここかここじゃないって指してたの。まさに平成最後の平成最後ダブルダッチコンテストにおいてこの名前で予選では4位だったから、4位だったチーム、今日のが良かったんだよ。良かったよね、良かったもん。いやだってここだって一般チームだから、ここも一般だ、バラバラのスケジュールの中合わせてやってたわけだから、うん、なるほどね。これは嬉しいでしょ。あららら、おめでとう。アスヤおめでとう。頑張ってたからさ、はあ、すごい頑張りました。オープンの優勝は一般社会人というかね、バラバラだけど頑張っていた平成たぬき合戦ポンポコポンポコ。ん、何何ですか。ほん、ほうほうほう、え、ほうほうほう、同率ということになりますね。平均得点が多い、各ジャッジのね、各ジャッジのね、ジャッジの最高得点が多かったチームだったってことね。まあ、もうほとんど僅差ですから。そう、フーズヘッド、平成、タヌキ合戦ポンポコ全く同点だけど、うん、なるほどなるほど。いやー、まあでも決まった。5人しかいなかな、決まったね。6人じゃん、ここは何？ 6 人チームだったの？ 6 人だけど5人しかいない？仕事？どっか仕事で帰った？うん？そうか。さっき5人だった？そっか。ほうほう。あれ？何ですかこれ？あれ？じゃあ5人か。5人だったんですね。ちょっとね、資料には、うん、そうだよ、資料にはね、6って書いてあったんですけどね、5人だ、5人でしたね。おめでとう柴田さん、ありがとうございます。え、でもさ、ワールドはさ、この5じゃないとダメなの、もう増やせないよね。そうなんだよね、ちょっとメンバーの一人がシルクに、はい、なんすか、シルクズスレイユ、あの世界最大のエンターテインメントサーカス集団行っちゃったの、行っちゃったの。だからこの、本当は、あ、そうなの、平成たぬき合戦ポンポコに入ってたはメンバーが、ほほほほ、まあレギュラーじゃないかもしれないけどね、今行ってるから。なるほどね、じゃあ、あのチームメンバー結構急遽変わって、人数変わって、それで調整してきたわけですね。すごい、あ、素晴らしいですね。うん、カセは私がね、もともといたジェットラップのジェットラップクルーっていうメンバーとしてもずっと頑張りつつ、このチームも頑張って、なるほどね、おめでとう。いやー、いやでもこれはシルクに行ってるメンバーとしても嬉しいんじゃない。嬉しいよね。おい、いやー、選ばれましたよ。本当よ、だってこっからもう日本だけの戦いじゃないわけだからさ。すごいね、よかった、なんかフランスとかじゃなくていけるじゃん、何があったってね、今聞いてる日本人の皆さん、そうですね、日本人的にはそうですね、見に生で見に行けるのは大変助かる。これがほら前みたいにフランスとか台湾、はい、だったら日本人でどんなに行きたくたってよ、なかなか難しいでしょ。しかも今回あれ初ですか、あの開催場所は、あの八王子のですよね、新しい素晴らしい施設を、はい、借りて、8月3日、あそこに書いてある通りね、オリンピック8月3日、いやー楽しみね。何曜日、日曜日、うん、土曜日よ、土曜日、八王子の祭り、ほうほう、八王子のお祭りの期間中に行われるわけですね。じゃあもう三社祭り、ほうほう、ほほほほ、うん、三社祭りレベルのすごい、もう原崎さん喋ってください。もういいよ原崎さん、喋って、喋ってくれよ、もう確保が時間がかかる。三社祭りレベルの、え、知らなかった、へー、え、その同じ、いいね、2位から4まで八王子祭りがあって、その中日の3日に、うん、じゃあ外国のね、みんな方々も楽しめるよね、いいね、お祭りの中で行こう、へ、これを 今見てくれてる人でダブルダッチ生で一回も見たことないとか、うん、いう人がいても、
ぜひこの8月3日は来てほしいね。来てほしいね。これ何人ぐらい入れんのかな、これ観客は2000人。 2000 people。 じゃあ結構見に来れるね。なかなか会場入りきれないってことが多いんで、あ、これ嬉しいな。駅から徒歩1分。1分近い。八王子のオリンパスホール。もう今から、これ夏休み中ですか？もう今から予定すいません。あ、もうすでに開けてますね。関係者の皆さんは、はい、ダブダッチ関係者の皆さん、あ、そんなこんなで、お疲れ様でした。無事に？大丈夫これ？無事に最後、大丈夫ね？みんな元気？よし。いいよ。じゃあこれは？いやどうでした？いやあっという間でした。あっという間でしたよ、ね、はい、私さ最初タイムスケジュール見てるとき、はい、もうずっと張り上げてるじゃんと思って、意外とあっという間に過ぎちゃったね。あっという間ですよ。ほんとこの一瞬一瞬にねコメントを出すっていうのが、うん、まあなかなかね。でもなんかすごい楽しくない？これ楽しいですけどこれで良かったのかなちょっと分かんないな、分かんないから、またちょっといろんな意見聞いて、いろんな意見はコメントにぶわって炎上するかもしれないまあくまでもそういう風に見る人もいるぞということなので、それはだからもう自由な発言の一環として、私たち別にジャッジでもないし、この発言が審査に反映されたとかでも全くないし、ただ単にコメンテーターですから。そうですよ。そうですでも私たちのね、うん、気持ちはさっき言ったように、はい、本当は順位関係なく出た人みんながそうです。もう気持ちとしては優勝。はい、これどうやって締めるんですかね。え、もういいんですか、ね、もう今はもう原武純を交えて喋ろうよ。喋りますか。いい、今日はやめとく。超喋りたいのに絶対。いやダブルダッチコンテストとしては、うん、最初ね、うん、有限会社カジバ、うん、そうね、皆さんが頑張って、さっき私たち言ったんだよ、ボンちゃんとタッチみたいな頑張ってやってね、ランディクルーをぶっ潰そうっていうね原武くんたちの思いとともに、このダブルダッチコンテストボリューム1がね始まったという話を聞きましたが、上に勝ちたいっていう、はい、あの時の戦い良かったよ。ランディが今までに見せたことないような真剣なね真剣な、もうそういうのなんかさ集めたいな、うん、そう、それを集めて例えばね、はい、YouTube とかでそういう歴史的なトークをできるのって、多分そのネタ的に持ってるのは絶対佐藤君だから、うん、でも本当そういうね、なんていうんですか、トップのやつらをやっつけるぞっていう若いエネルギー、うん、でそれがこうどんどん回を重ねることによって、一回ねちょっと日本ロープスキッピング連盟が主催した時は、うん、ちょっとスピードもぜひやりたいってことで、うんうんうん、30秒のエンターテインメントにもちょっと匹敵する、うん、これならいいだろうっていうのをスピードで入れて、うん、でどっちもやんなきゃいけない時代もあったんですけど、今はね、うん、どっちか選んで、うん、でワンズも入ってきたでしょ。あ、そっか、今どっちかでもいいのか、うん、そう、だから本当にいろんなものを挑戦してきてくれて、うようやくこの形になったけど、まだまだなんかもうどんどん変えられるところは変えて、新しいものを見せてほしいなってそう改めて思いました。だって2002年から考えて16回目とか17回目で、ね、やっぱり今のさだくんの話からでも最初からだと全然違うわけじゃん。全然違います。変わってきてるわけじゃん、はい、でこれからもどんどん可能性があるし、すごい今日もさこの流れがもう本当に飽きなくて楽しかったの。ワンズも間に入って、そうだから初めての人だとね、イベントええこれいいのええみたいな展開もあるかもしれないけどそれがまたね、うん、なんかこう自分の常識とかをあんまりこう崩して、ね、いい感じで崩して楽しんでいただけるのがこのダブルダッチコンテストだなって。そうだね、そういうワクワクしました。いつもね運営サイドに言うとね、いろいろね安全面やらなんやらとそうそうそう、ちょっとね大変なこともあるけど、マイナスのことばっかりイメージしちゃうんですけど、そうね、こういう立場でちょっとやらせてもらって、改めてちょっとねちょっと好きになりました、ダブルダッチとダブルダッチコンテストが一回好きじゃなかったのなんかね皆さんに迷惑かけてきましたから、まあまあまあ、いろいろと、いやいやいや、はい、でもまあ本当今日こういう形でこれができてなんかすごく良かったです。そうですね、急な話でしたけどね、急に振られたんですけども、美穂さんとキエ君とやれると、ね、これはちょっとやるしかないっつって、でも私ユウスケから電話かかってきて、はい、
で大体この時期になると、まあ、予選の MC とか、はい、私とか年々違うじゃん、はい、今年何かなみたいな、いや実 は, は動画配信のコメンテーター、え何それみたいな、えでも実況中継みたいな感じ超楽しそうじゃんと思って言ったのそこでゆうすけにでしょみたいな、で美穂さんどうですかって今話になってて、はい、で一緒にコメンテーターとして名前が上がってるのが誰だと思いますみたいな、サダ君と、マジサダ君ってなってとキエなんすよっつって、でもなんか3人とも結構違うじゃん、そこでキエぶっ込まれてるから素晴らしい超楽しそうじゃんってなって本当に楽しかったもん、いや本当ねワンズが本当ね助かりました、そうねワンズの見方が、ワンズはあのキエのやっぱりジャッジとか、はい、ずっと最初から見てる目線とあのメンバーを知ってるから、そう大変さ全然わかんないからね、 初級者初心者初めて見る人はえ何何飛んでるけどよく横で見えねえしみたいな、だけどそう、ね、すごい話聞いて絶対真横になっちゃうのね、そう、いやあれすげえわ、はい、じゃあいろんな話もっと話したいこといっぱいあったけど、はい、そろそろほらもうあの多分私たちの録音途中でブツって切られる頃だからいやでもねダブルダッチねほんとね体にいいって最近ね研究結果も出てますから、ジャンプは骨にいいから、いいよもう好きなだけ話さない、あそう好きなところでもうゆうすけに切ってよ、うん、でもうちょっと話したりないことを話して、いいですか、うん、いやもうあとはどこで切ったかは後でユウスケを詰めればいいから、ま、そうだね今体の話からしようよ、そうだよ、したかったけど、うん、あっという間に終わっちゃった、これちょっとねみんな最近のでもワンズ見ちゃうとあんまり飛んでないんであんまり刺激になってないかもしれないけど。